2019明治安田生命 J2 リーグ第37節、味の素フィールド西ヶ丘から東京ヴェルディ対ヴァンフォーレ甲府の一戦をお届けいたします。東京ヴェルディの今日のメンバー見ていきましょう。ゴールキーパーは上福本、沢井、若狭、近藤、奈良和の最終ライン、中盤クレビーニョ、梶川、井上、前線はジャイルトンパライバ、森田、小池という11人です。まあ、大月と八王子間、まあ、中央道、まあ、少し止まってましたけれども、そこは解消されたそうです。大きな展開、小池抜けるチャンス、アウトにかけた、折り返し、ジャイルトンパライバ先制、東京ヴェルディ。1本の長いパスからでしたね。そうですね、やはりあの足元足元でつないでいる中で、やはりこの背後ですよね、この背後のパス、まあ、この1対1カースもうまかったです ね。しっかり味方の位置を見てアウトサイドでクロスを上げましたけども、この入れ替わったので勝負ありましたね。しっかりコールを2人詰めてますからね。おお、それでもつながった、田中裕介、宇高中に入る、宇高ナイスキーパー、よく止めました上福本。まあ、キーパーも、ね、手前でバウンドするボールなので処理しにくかったと思うんですけど、落ち着いてセーブしましたね、はい、これで甲府のポゼッションです。小柳押し出しましたが奪った、小池、森田が引きつけて、小池の突破するスペースができました、ジャイルトンパライバ、ちょっとクロスは短い、セカンドボール梶川、梶川が狙った、素晴らしいシュートでしたね。いやー素晴らしいコースでしたね。少しねここで外にもう一度広げるようなパスを出すのかなと思わせるような形でシュート振り抜きましたね、小倉と宇高が少し話をしています。キッカーは佐藤、こぼれる、戻して、小柳折り返し、宇高、宇高、上福本止めた、またバーだ、クロスバーに2度嫌われたヴァンフォーレ甲府、ビッグチャンスでした。怪我する前はワイドだったけれども、インサイドのポジションをやりたいと思っていたと井上はコメントしています。梶川から展開、広げて小池、森田が近いところ、小池カットイン、小池のシュート、目安の2分台に前半入っています。これで前半終了です。東京ヴェルディとヴァンフォーレ甲府の一戦、2対0、東京ヴェルディリードでハーフタイムです。